ます。塩田博明君。はい、えー。公明党の塩田博明でございます。まあ今日東日本大震災からまあ10年を迎えました。犠牲になられた方々とそのご遺族に哀悼の意を、まあ、表するとともに、被災された皆様に、まあ、心よりお見舞いを申し上げます。公明党はこれからも被災地の皆様にしっかり寄り添って。 ここにしっかり取り組んでまいります。それでは質問に入らさせていただきます。首都圏における緊急事態宣言が延長されまして、まあこの二週間がやはり勝負の二週間であるとまあいうことで、コロナウイルスをどれだけ抑え込むことができるのかが問われております。一都三県の新規感染者数は減少傾向にあるもののですね。 病床使用率が高い地域がまだありますので、医療の逼迫は随所に見られております、一都三県、まあ、そしてです、ねえー、変異株の問題、イギリス型、南アフリカ型などの変異したウイルスの拡大リスクが高まる中で,です、ね、クラスターの発生抑止やリバウンドさせないためには、やはり国民の協力が必要であると、まあ、こう思います。まあ、そこで 国民にさらに努力をしていただく以上です、ね、緊急事態宣言の今、今日一日どうだったのかについて、西村大臣、コロナウイルスの担当大臣としまして、毎日の会見を支出していただいた上でです、ね、国民の疑問により具体的に答え、情報提供していただきたいのであります。緊急事態宣言の延長を打ち出せば 国民が勝手に努力をしてくれるわけではございませんので、政府が丁寧に国民に寄り添った情報を提供してこそですね、国民が頑張りがいがあるのではないかこのように考えます。いかがでしょうか。西村康稔国務大臣、お答え申し上げます。あのまさにこの新型コロナウイルス感染症の対策対応に当たってはですね、国民の皆様お一人お一人のご協力が不可欠であります。 ピークからここまで8割方です、ね、陽性者の数が減少したのも国民の皆様のご協力のおかげだというふうに思っております改めて感謝申し上げたいと思いますそうした皆様に共感を持っていただけるような情報発信することが何より大事だというふうに強く認識をしているところでありますこれまでもあのできる限り分かりやすくということでパネルやモニターを用いてあのデータなども示しながらですね。えー ででききるだけけ丁寧に説明ししよううととというここを心てて対応してきたところでありますあのご指摘のように、昨年8月上旬ぐらいまであのいろんなことが分からなかったことも多かったものですから、毎日、休日も含めて記者会見を行って丁寧に説明をしてきていたわけでありますけれども、その後、さまざまないろんな知見も分かってきたということもあって、土日、休日はですね必要があるときのみ行うこととしております。えー あの閣議後の会見、あるいは分科会の後あるいはその他の、経済関係の会議、経済指標の発表などのときも、併せてコロナの状況も含めて、その都度説明をしてきているところでありますけれども、連日、これ、休日も含めて、記者会見を開くとことは、これ、職員の負担にもつながるということで、のこのあたり、記者会とも相談しながら、適時適切になタイミングで、正確な情報を、そしてーデータをしっかりお示しして、 迅速に伝えていければと考えております。あの会見をしない日も様々なデータについてはですね、えー、毎日公表をしまたあの必要なことを張り出しをしたり、えー、あるいは SNS などでも発信をしてきているところであります。そしてあの私だけでなくあのより正確な情報をお伝えするという観点から、えー、例えば専門家である医師である靴名先生にですね。えー 発信をしていただいたり、尾身先生に発信していただいたり、今、忽那先生は新宿のあのビジョンとか、渋谷の街頭のビジョンですね、ここでも若者に対しても呼びかけを継続して行ってきております、そうしたことも含めて、私自身も国民の皆様に共感を持っていただけるよう、できるだけ丁寧に、そして正確な情報をです、ね、お伝えし、共感を持って協力していただけるように、これからも心がけて対応していきたいというふうに考えております。 塩田博明君まあ今あ、西村大臣からもお話がありましたが、大臣もあのほぼ毎日のようにですね記者会見もされておりまして、ただそれがしっかりマスコミにも取り上げていただけるような、重要なやっぱり情報提供ということが、国民の安心にもつながるというふうに思っていますので、ぜひその点、お願いをしたいと思います。そして、海外に住む在外法人のワクチン接種に対する支援について伺います。 在外邦人は約141万人に上るとのことでございますが、居住地が先進,の先進国なのかですね、途上国なのかによっても、状況は当然異なると思います。外務省は、海外に住む日本人のワクチン接種を支援するために、各国の接種状況や医療体制の調査をすでにし始めていると伺っております。特にに途上国国では自国民に対しても ワクチン接種のめどが立っていない国も多いため。日本政府からの支援を期待する声がま高まっています。ワクチンを手配すると言っても。輸送網の整備されていない国へどう届けるのか。誰が接種するのかなどの課題があります。どう支援するのか。今後の方針がですね。決まった国から順次外務省のホームページに掲載するとかのですね。国別の対抗を。え対策をですね。ま掲載をしていただけないか。 宇藤外務副大臣いかがでしょうか宇藤貴司外務副大臣二点についてお答えいたしますまずあの世界各国地域についておいて新型コロナウイルスが拡大する中在外の法人の安全確保は外務省の最も重要な責務の一つであると強く認識をしておりますその上でまず法人へのコロナウイルスワクチンの接種につきましては一時帰国を含む帰国時に 接種を受けられる体制を構築すべく、現在、厚生労働省において具体的な手続き、スケジュールの検討を行っていただいているところでございます。あの具体的な対応は固まり次第お知らせできるかと存じます。また、海外における先ほどの情報に関してですが、各国における接種の状況、体制、医療事情、また保障の制度や、承認済みあるいは承認プロセスが進んでいるそのワクチンの種類別につきまして、鋭意情報収集を行っている状況でございまして、その情報は、領事メール、 を通じままししてて各法人関係者にに随時提供いいる状況にございますあの引き続き、個別状況をきめ細やく踏まえながら、必要な対応を取ってまいります塩田博明君しっかりあの海外の状況についてもです、ね、えー、お知らせをいただきたいと、まあ、このように思いますので、よろしくお願いします。そして、ファイザーのワクチンについてです、ね、今、イギリスのアクソラゼネカ社のワクチンが2月5日からまあ承認申請をされております。日本に 1>, 1億2000万回分を供給することで合意をしており、このうち9000万回分は国内で製造することになっております。大半を国内で生産することから、安定供給が見込めるため、いつ承認されるのか、この期待が高まっております。国内生産体制の整備費には、第二次補正予算に盛り込まれておりますけれども、一つは承認時期はいつ頃なんでしょうか。 アストラゼネカ製は今後の承認をにらんで、国内で現役生産を進めているとの話もございますけれども、すでにどれぐらいの量がプールできているのでございましょうか、また承認後の1日の生産量はどれぐらいになるのでしょうか、この3点とともにです、ね、このワクチンなら通常の冷蔵庫で長期保管できるため、接種機会が大きく広がると思うんですね。 田村厚労大臣可能な範囲でお答えいただきたいと思います。田村紀久厚生労働大臣、<laughs> あのワストラゼネカ社のワクチンですけれども、委員おっしゃられました通り2月の5日にですね、えー、特例承認の申請が出てまいりました。あの今 PMDA で順次ですねこれあの最優先で、えー、有効性安全性確認しておりまして、あの今月中に国内の知見データをですね。 まあ、提出をいただける予定であると。 いいいううここととととはおお聞きををたしししててりりりまますす早急にしっかるであります一方で、これ1月27日でありましたけれども、まあ、国内で9000万回分をですね、生産をする、そういう準備に入るということで、ご報告をいただいております。あの残念ながらですね、企業のこれ、情報でございますので、あのどれぐらい1日当たり生産能力があるのかでありますとか、また、その、まあ、どういうような現役等々の準備 るのかということに関しましては、これはちょっとですね、あの我々もまあ十分に把握するということもなかなかできないわけでありますし、あのそれ把握できたとしても、情報としてお流しするわけにはいかないものでありますので、送電はあのご了承いただきたいというふうに思いますが、いずれにいたしましても、国内でワクチンを生産をいただけるということはです、ね、あの非常に安定供給というものに資するというふうに思っておりますので、我々としても期待をいたしております。ししっかりと審査をした上で承で認、ね、が得られればそれ な形で準備に入ってまいりたいというふうに考えております。塩田弘明君、えあのまあもちろん企業がやってることですので、ま言えないことも当然あるかと思います。ただあの可能な限り国民に情報を提供することがですね、やはり国民の安心につながって、国民も努力していこうということに繋がるとこのように思いますので、ぜひその点よろしくお願いをしたいと思います。そして次に。 ワクチン接種が各地で本格したときにです、ね、高齢者へ移動が困難な人への移動支援について伺いたいと思います。移動手段への支援については、バスは補助対象のようでありますけれども、不便な地域ではタクシーを利用せざるを得ないこともあると思います。本人が勝手に例えばタクシーに乗って接種会場に行った場合はです、ね、支援は難しいと思いますけれども。 まあ例えば市町村と事前の取り決めがあった場合の利用の仕方とかですね。その他どのような移動支援が可能なのか、また介助者への支援についてもお答えいただきたいと思います。河野大臣いかがでしょうか。河野太郎国務大臣。あのそうした高齢の方の移動手段の確保は非常に大事なことだと思っております。あの自治体でさま様々ご検討をいただいておりまして、あの乗り合いの送迎バスあるいは地域によっては バスを使って巡回接種をする。そのような計画をされているところもあるようでございます。あの、自治体の創意工夫に応じて、あの我々は全額しっかりと財政的な補助はいたしてまいる所存でございます。塩田弘明君えありがとうございます。えー、なるべくあのいろんなですね、えー、交通支援についてもまあ、お願いを移動支援についてお願いしたいとこのように考えております。そして、あの次に。 コロナ禍の下で、多くの人がやはり正確な情報を求めておられます。しかし、コロナのようなです、ね、人類を脅かすようなこの感染症が起きたときに、国民が安心して情報を得られる場がなかなかないんですね。もちろん、厚生労働省はホームページを使ってです、ね、かなり内容も刷新していただいて、情報提供、また Q&A など、情報発信に頑張っていただいております。ただ より分かりやすい情報提供にさらにですね、まあ、努めていただきたいと、このように思うんですねで。コロナなど感染症においては、検、まあ、診と受診、2つ目に研究と開発、そして3つ目に情報発信と、まあ、この3本柱は私はやはり重要だと、まあ、このように思います。ただ、検診と受診体制の構築、そして研究開発にまあ一生懸命になりすぎてですね、 国民への情報提供が不十分では、やはり国民が置き去りにされてしまうと、まあ、もっと国民に寄り添った情報提供への工夫をお願いをしたいと思います。改めて田田村村大大臣臣の決意を伺います田村厚労大臣 あの昨年からです、ね、ホームページでいろんな情報を流させていただいておるんですが、まあ、なかなかです、ね、分かりづらいでありますとかあの、どこにあるか分からないというような、いろんなご意見いただきました。月ですか あの銃の知識というものを、えー、これ、分かりやすい、そういうような形で,です、ね、お示しをすると同時にです、ねあの、今までの,特あのホームページで出していたものも、特設ページを作りまして、えー、例えば感染者数や、また重症者数、死亡者数、こういうものをあのグラフ、絵、えーえー、っていいますか、ビジュアルで見て分かるような、そういう分かりやすいものをリニューアルしまして、えー、開示をさせていただいております。あのいずれししままててもツイッターでありりすとか、まあ、sns を通じてです、ね、より国民の皆 皆様方に分かっていただけるような情報発信していかなきゃなりませんし、あのそこにその情報があるということがまず分かっていただかないと、アクセスしていただけないので、えー、そういう部分での候補も含めてです、ね、しっかりと国民の皆様方にあの情報をお伝えしたいと思います。特に変異株 これ、大変国民の皆様方、あの心配いただいておりますので、10の知識に新たに1つ加えて、11の知識という形で、変異株にわたってのです、ね、いろんな情報も提供させていただき、あの随時、新しい情報が入ってまいりましたら、またそれをリニューアルをしてまいりたいというふうに考えております塩田裕章君、えー。ではあの、ちょっと時間がございませんので、一問飛ばしてです、ね、コロナによるがん患者への影響についてお伺いをしたいと思います。 今、がん検診受診率の低下、また医療機関への受,医療機関への受診控えなどがです、ね、このコロナの影響で起こっておりまして、正しい情報発信の重要性が高まっていると、このように思います。国立がん研究センターは、がん研究とともに、国民向けのがん情報提供分野を担っておられます。まあ、国民がが一体どこでがん情報を得てていいいるのかという調査について 昨年11月19日の厚生労働委員会で田村大臣にもお聞きいたしました。国立がん研究センターのがん情報サービスが、情報を得る手段の4番目であったということに、田村大臣は少なくても3位、2位に上がるように支援していきたいと、このようにご答弁,ご答弁いただきました。ありから4か月が経ちますけれども、田村大臣、何かご支援をご検討いただいたでしょうか田村厚労大臣。 新しいがん情報をお伝えすること、大変重要でありまして、これ、あの第3次がん対策指針基本計画でもです、ねえー、その旨、示されているわけであります、あの委員からもいろんなご意見を賜っておりますあの。やはり科学的根拠に基づく情報を迅速に提供するための体制整備、これ、重要でありまして、これに対する研究、これを今現在、行っておりまして、併せて、 がんとの共生のあり方に関する検討会、えここでですねあの、やはり情報サービス提供のあり方あ、こういうことを議論をいただいております。あのいずれにいたしましてもです、ねあの、この国立がんセンター、 これを通じてがん研究センターを通じて、がん情報サービスについては、これ、しっかりとですね予算をまず確保すること、そしてあの委員、いつもおっしゃられております、のこの運営費交付金、予算を確保しても、本来のこの情報発信に使われなければいけないということでございますので、運営費交付金というような、色合いといいますか、そういうような、なんて言いますかね、まあ お金が入ったものに対しての使い方というのはあるわけでありますが、自由度はありますけれども、そこにおいて、しっかりとですね情報発信にも必要なものをお使いをいただけるように、われわれの方からもですねあのしっかりとお伝えをさせていただきながら、よりアクセスをしやすい情報に、そういうような環境を整えてまいるように努力してまいりたいというふうに思います塩田弘明君、まあ私はやはりなかなか支援が進んでいるとは思えないんですね。あの田村大臣は国立がんセンターの その、えー、情報提供のウェブサイトって、これご、ご覧になったことはございますでしょうか、はいあのーまあ、大臣も見ておられるということですので、まあ、内容については、まあ、かなりですね私が私の目で見ても、ですね、まあ、かなり情報が古いというようなことが、まあ、あります。まあ、そういう中で、例えば、ですね更新頻度が遅いために、えー、急性骨髄性白血,白血病のところを見ますと、6年前に更新されて以来、更新が今ないんですね。 この部署を担っている人は、決して頑張っていないってわけではないと思うんですね、頑張っていただいてます。だけども、やはり情報が古いっていうのは、結局予算が足らなかったりです、ね、人的支援の不足が原因なんだと思うんですね。まあ、国立がん研究センターという研究機関の位置づけからしてです、ね、まあ、やっぱりなかなか運営費交付金の一部の限られた中でやろうとすると、どうしても限界があると。まあ、そういうことを考えると、特にがんというのは、国民の2人に1人が、 やっぱり、罹患するという、まあ、大変、えー、国民病になっている病気ですから、ここについては、せめて別立てで予算をつけるぐらいのですね、やはり検討をお願いしたいと、まあ、このように思います。改めて大大臣臣にお伺いいたします田村厚労大臣 あの委員の問題意識あられること私も自分方がお聞きしましてです、ねえー、拝見をさせていただきましたけども、まあ、言われるとおりです、ね、えーまあ、情報が遅いといいますか、やはりあの新しい情報にどうやってアクセスしていくか、やっぱり一番国民の皆様方にとっては、すね、あの,眼鏡のです、ね、いろんな情報発信というものは、アクセスしやすい部分になってきますので、そこでアクセスしてです、ね、十分に今、自分自身が置かれた立場で必要な情報というものが入らないと、やはり不安になってしまう。でそれによってです、ね、誤って誤た情報 方こにアクセスして、また治療法がです、ね、えー、ちゃんとした治療法ができなければ悪化をさせてしまうわけであります。まあ、そういう意味ではです、ね、運営飛行金というようなものの中でのです、ね、情報発信の費用というもの、えー、それの使い方等々も含めて、我々いろいろと、がん検の方にはいろんなアドバイスしていきたいと思いますが、それ以外に何らかの方法はないかというお話でございますので、あのしっかりと委員のです、ね、ご意見も踏まえながら、検討させていただきたいというふうに考えております。 塩田博明君、はいまあ、ぜひ今、大臣が大変前向きなご答弁いただきましたので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。まあ、次に、東京オリンピック・パラリンピック大会に向けたスマートフォン用のアプリについて、関係大臣にお伺いしたいと思います。まず、先月2月3日に初版が公表されました、東京オリンピック・パラリンピック大会のですね、 まあ、プレイブックによりますと、まあ、入国する選手や関係者に対して、接触確認アプリ、ココアをまずダウンロード、そしてインストール、登録すると、まあ、このようになっております。まあ、今後、方針が変わらないとすれば、ですね、まあ、私も実は昨年9月末から4か月以上、機能しなかったアンドロイドの携帯電話を私も持っている一人でございますので、機能していなかったのかと愕然としたことがございましたが、 COCOA ココは本当に大丈夫なのかって、やっぱり心配になる部分もあります。厚生労働省内にですね調査チームを設けて、外部の IT 専門家などを招いて、検証作業を進めていると認識をしております。今後、日本に入国する世界中の人々が COCOA ココを利用するわけですから、もうトラブルは許されないわけですね。内閣官房の IT 総合戦略室とも連携をして、システムを抜本的に見直すことも視野に入れた、 改修アップデートを強く望みたいいと、まあ、このように思います例えば、陽性者が登録をしなければです、ね、その後、連動しない今のシステムでよいのか、まあ、このこともちょっと気になります。えー、検証作業の進捗状況と、国家の信頼回復に向けた抜本的な見直しの可能性など、田村厚労大臣、決意と所見をお伺いしたいと思います。田村厚労大臣 あの度重なる不具合で、大変国民の皆様方にご迷惑をおかけをしたしたわけでありまして。あの心からお詫び申し上げます。あの接種上、そのオープンソースからですね、開発をしておるということで。あのある意味、まあ A. P. I. も変わるでありましょうし。O. S. も変わる、もちろん端末も新しいものがどんどん入っていくっていう中で。あのどん,どん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 、あと新しくこうリニューアルしていかなきゃならないという。そういう意味ではですね、あのみんなで作っていただくような、そういうアプリであるというふうに。 認識いたしておりますが、えー、言われる通りここは不具合調査再発防止検討チーム。これ昨年9月28日のバージョンアップ後のですね、その経過についてしっかりと今ですね調査をいただいております。その上でですね、あのまあ、正直言って非常にこう厚生労働省だけでですね、これをまあいろんな形で修正していくっていうのは難しいもんでありますから、今言われた通りですね、IT 戦略室総合戦略室においてですね。 あのしっかりと対応をいただくといいますか、お助けをいただきながら、これに対して、これからの部分に関してもいろんな不具合出てくると思います、であのやっぱりこの民間のです、ね、技術者の方々、いろんなボランタリティの中で,です、ね、意見交換されております、GitHub というようなです、ね、そういうサイトがあるわけでありまして、そういうところのご意見もしっかりと聞いていかないとです、ね、これ、どうしてもいろんな不具合を早い段階で、えーまあ、察知できないということもございますので、そういう意味では、 この内閣官房のです、ね、情,報情報通信技術総合戦略室、IT 総合戦略室でありますけれども、ここのです、ね、皆様方のお力をお貸しをいただきながらです、ね、平井大臣からもいろいろとご指導いただいてです、ね、このアプリというものが、より国民の皆様方に信頼がいただけるようなものに、これからも不断の努力を進めてまいりたいというふうに考えております塩田博明君え、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。 そして次にもう一つのアプリでございますが、仮称オリンピック・パラリンピック観客等向けアプリについて、官房長官にお伺いをしたいと思います。3月3日の5者会議では、政府が海外からの観客受け入れをです、ね、見送る方向で調整に入った、このような報道も今、もうすでにあります。ただ、毎日そうなれば、この観客等向けアプリについてです、ね、アプリユーザーの規模感や開発の要件、 まだ予算などを見直す必要はあるのでしょうか、まあ、も,もしその場合に、海外の観客が難しくなった場合、ね、他に活用するということもです、ね、ご検討されているのかどうか、併せてお伺いいたします加藤勝信内閣官房長官。まず、東京オリンピック・パラリンピック大会の海外からの観客の扱いについては、先週の水曜日に開催された5者協議において、国内外における感染状況や防疫措置、 専門家による科学的知見等を勘案して、3月中に判断するということで合意されたところでございますで。ご質問のありましたシステムについては、東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に開発を進めており、我が国を訪れる選手、スタッフ、大会関係者にも活用いただくことをまず想定はしております。で他方、必ずしもオリパラ向けに用途を限定しているわけではなく、日本に入国される方向けに、 入国前の査証申請、入国時の審査や検疫、税関での手続き、滞在中の健康管理など、さまざまな手続きを一つのシステムで一体的に管理をすることとしております。現在、このシステムには関係省庁多数またがることから、木原細官を中心に一体となって検討を進めさせていただいておりますが、そうした検討においてですね、 仮にいろいろ状況が転じていけば、その状況も踏まえながら、必要に応じた見直しを行っていきたいと考えております塩田裕昭君、えー。ちょっと時間ございませんので、さらにちょっと一問飛ばさせていただいてですね、まあ、あのこのアプリの開発目的は、まあ、来日する選手や関係者向けの、まあ、健康管理アプリであり、コロナ感染者の早期発見のためでごあると思います。 まあまあそこであの c o との併用するかどうかというようなこともあると思いますけれども、今からちょっとお聞きしたいのは、ですね昨年12月2日に発表された東京オリンピック・パラリンピック競技大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議、いわゆる調整会議でありますけれども、その中間整理を読むと、アプリという言葉が何箇所も出てまいりますま。例えば引用しますと、ですねアプリによる健康状態の報告。 陽性判明時に陽性登録を行うため、接触確認アプリを利用、陽性者が判明した場合、地図アプリで位置情報を保存、アスリート等は接触状況の把握、健康観察、位置情報の保存、検査情報等を効果的に把握する各種アプリを常時所有の携帯電話に導入すると、まあ、いろんな引用がございまして、平井大臣、オリンピックでこうしたアプリを活用する以上ですね。 国家の一員をかけて、開発と万全のテストを実施した上でのリリースを強く求めたいと思います、平井大臣の決意を伺います平井拓也国務大臣。あの先生のおっしゃるとおり、もう確かにそのアプリは非常に便利なものですから、あらゆる政策で検討されて進んでいるということだと思います。国家については、先ほど厚労大臣からお話がありましたとおり、 われわれの IT 総合戦略室と厚生労働省の連携チームが発足して、現時点では順調に動いているということでございます。また、オリンピック・パラリンピックの観客向けのシステムに関しても、内閣官房、IT 総合戦略室において、その開発層の等の進捗管理をしっかりとやって、 あのまあ、関係省庁の検討を踏まえたいろいろな結果をです、ね、開発の中にしっかりと進めてまいりたいというふうに思っています。ただ、ああ今後です、ね、9月にデジタル庁が発足したらです、ね、あのさらにそのこのプロジェクトの蘇成予算要求段階から、システム開発の必要性や内容を精査した上で、統括管理をすることができるようになりますので、 あのもっと分かりやすいあのあのシステムの構築ができると考えております。まあ、いずれにせよ、まあ、全力を尽くしてやりたいと、そのように思います塩田弘明君、えー。では次に、えー、防災・減災の観点からですね、一級河川、多摩川の治水対策について、えー、国土交通副大臣に質問をしたいと思います。2019年10月ののの台風19号ででは私の地元の世田田谷とかまた大田で 40戸以上の浸水、堤防のない地域での一水、多摩川に注ぐ支流、下水道での逆流現象、内水被害が起きまして、約1万7000人が避難するという甚大な被害が起こりました。そこで公明党は、流域自治体の議員をメンバーにして、です、ね、多摩川流域治水対策プロジェクトチームというのを立ち上げまして、現場の視察、調査、要望活動を展開をしております。 昨年2月27日には、多摩川氾濫の被害を受けた川崎市と世田谷区、大田区のそれぞれの市長さん、区長さんにもおいでいただいて、ですね赤羽国交大臣に多摩川の治水対策を早期実施するように要請もさせていただきました、まあ、そして国をはじめ、関係機関が連携をして、多摩川緊急治水対策プロジェクトがま取,りまと取りまとめられましたけれども、国、ま、交、あ、副大臣、 まあこの緊急治水対策プロジェクトについて、無堤防地域の堤防工事の取り組みを含めて、全体の失局状況を教えてください。岩井茂樹、国土交通省副大臣。えお答えをいたします。 委員ご指摘のとおり、令和元年の東日本台風において、多摩川も大変甚大な被害を受けました。国土交通省ではこれを受けまして、多摩川流域において、令和元年東日本台風と同規模の洪水でも、再度災害を防ぐことを目標にいたしまして、まずは堤防の整備、稼働掘削や堰の改築、それなどをやるための費用、約191億円の治水事業を5年間で、 集中的に実施をいたします、多摩川緊急治水対策プロジェクトを昨年1月に策定をさせていただいて、現在、対策に着手をさせていただいているところでございます。その中身としては、まず、令和元年東日本台風において、被災した護岸については、今月中に復旧を完了させます。次に、水位低下のための稼働掘削については、5年間で、 25メートルプール約3300イ分、まああの、体積でいうと、全体で約200万リュウベイを計画をしておりまして、今月までに加工部を中心に約10万リュウベイを掘削をし、さらにその後、中,中流部においては、強力にその方向性で推進をしていきたいと考えております。またあのもも玉川地区についてはですね 無堤防というお話もございましたが、今年の取水期までには、えー、令和元年東日本台風と同規模の洪水で、それが起こったとしてもですね、ね溢れないような高さまで、これ、暫定的ではございますが、堤防整備を進めさせていただくとともに、最終的には令和6年度までには、さらに高さを上げさせていただきまして、幅を広げた形で堤防を完成させていただきたいと考えております。 地域の皆様が本当に日々暮らすためにですね、安心安全これはまさに政治がやらなければいけないことだと思っております。引き続き本プロジェクトを着実に早急に進めていきたいと思っております。以上です。塩田博明君、人の政策、人の命を守る政策をですね、しっかり進めていただくよう強く求めまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。以上で塩田博明君の質疑は終了いたしました。 次に柴田匠君の質疑を行います。柴田はい